en la esquina azul, Anselmo Moreno de Panamá. 今紹介されましたのがパナマのアンセルモ・モレノです。 WBA 世界バンタム級チャンピオン、 500kg 118 libras en la esquina roja con un peso de 50. エスキナロハっていうのは赤コーナーっていう意味ですね。ああ、そうですか、はい、500kg 118 libras ネオマベネズエラはキロとポンド両方言うんですね。アナウンスは19戦全勝 11KO というネオマール・セルメニョです。セルメニョが暫定チャンピオン、まあ、正規のチャンピオンと暫定チャンピオンが王座をかけて戦います。つまり、WBA 世界バンタム級王座統一戦、場所はベネズエラ・ラ・ガイラで行われます。さあ浜さん、はい、モレノ対セルメニョ、まあ、2人ともうまいですよね。まあ、そうですね、右と左の構えの違いはありますけど、両方似たタイプで、この試合はどっちがうまいか技術戦になるでしょうね。そうですか、左構えがアンセルモ・モレノ、正規チャンピオンの方です。これ今何を紹介してるんですか。いや、あのレフリージャッジの、全ての名前を言ってるんですね。ドクトルアンヘル・サンチェス・メネス、国によって紹介の仕方が若干リズムですとかテンポとか順番が違いますので、だから日本のなんかではですね、ジャッジを説明するときにジャッジを指さして、はい、それでそのジャッジが会釈をしたりですね、そういうふうにしますけどね。さあ、それでは試合に移っていきたいと思いますが、なお現地から届きました映像にお聞きのように現地の実況音が入っています。お聞き苦しいかと思いますが、ちょっとご了承願いたいと思います。さあ、舞台はベネズエラです。いつも思うんですが、ベネズエラのリングってちょっと小ぶりに、小さく感じられます。 WBA 世界バンタム級の王座統一戦、それとリングサイドが詰まってますよね。そんな感じですね、もうお客さんがもう間近まで、詰まっています。だいたいリングの規定が大きい小さいで1メートルぐらいの幅があるんですね。そうですね、その中で一番小さい状態かもしれないんですよね。映り方がそういうふうに見えるかどうかちょっと分からないですけどね。さあ試合が始まりました。トランクスのイランが今出ています。紫とオレンジのトランクスを履いていますのがアンセルモ・モレノです。今回がこの試合6度目の防衛戦に当たります。一方のセルメニョが、今回3度目の防衛戦、それぞれ正規タイトル暫定タイトルを、防衛して今回統一戦と相なりました。もう一回ご紹介しておきますと、サウスポースタイルがモレノの方です。黄色のベルトラインが入っているトランクスが入っています。まあ、紫とオレンジと紹介しておきましょう。長いリーチですモレノ。まあ、うまさ、テクニックは両選手浜さん持ってるということなんですが、セルメニョ、皆さんよく見る機会があったかと思います。セルメニョのうまさというのはどういううまさと言ったらいいでしょうね。タイミングの取り方、そして、長い距離からのいいパンチ打つんですよね。だから、はい、打ち合いなんかでも自分だけ打つだけ打ってパッと離れるというところはよくありますよね。はい、今右側の選手です。グローブの色が違うんですが、黒のグローブをしているのがそのセルメニョ。打っては離れ打っては離れという感じです。全勝できています。一方のモレノのうまさというのはサウスポーですが、どういううまさなんですか。だいたい2人とも似たようなスタイルで、はい、右を左に変えたようなところがあるんですよね。ただこの試合に限っては、まあ、西洋者モレノの方が右を使いながら先手先手でいこうという感じはありますよね。ナイスカウンター。つまり両選手が鏡写しということになります。同じようなうまさを持っている選手です。
この赤いグローブつけてるチャンピオンの方ですね、はい、これモレノはですね、イラリオサパタの再来って言われるぐらい ディフェンスの上手い選手ですね。サパタもディフェンスはもう上手かった。そうですね、このモレノはね、そのリターンパンチのその名手ですよね。相手に打ってくるとすぐリターンが来るわけです。避けてすぐパンチが来るんですね。まあ、何しろこのモレロサウスポーチャンピオンの方ですが、あのウラディミール・シドレンコに判定勝ちを収めてこのタイトルを手に入れています。しかも敵地でですよ、1回じゃないんですよ、2回目あの3度目の防衛戦もシドレンコとやってるんですから、まあ、その辺のテクニックは折り紙付きでありました。うまいですね、やっぱり折り紙付きであります。まあ、このモレロの場合には右を使ってそして相手がこの右がやりにくいと、はい、この右どうにかならないかなと思っていきなり打ちに行ったところを左のストレートカウンターをというやり方をよくしますね。そのカウンターに至るまでの伏線がちゃんとあるわけですね。ですね、さあ第1ラウンド終了しました。ジョーさん、第1ラウンドどう見たらいいでしょうか。1ラウンド目はね、そのチャンピオンサウスポーのモレノの方が有効な国人は多かったと思いますね、はい、10対9モレノのラウンドです。エルファンタスマというんでしょうかね、幽霊という、まあ、プロフィールでも紹介されていましたニックネームを持っているのが、パナマのモレノです。これどういうところからこの幽霊ファンタスマついたんでしょうね。まあ、捉えどころがない、そのパンチが当たらないというところでディフェンスのうまさから来ているね、はい。一方暫定チャンピオンのセルメニョはこちらはですね全勝できてますし、まあホープですよね、オリンピックでもね、出てますしね。まあ実力者のですねミハレスに2度勝ってるということ で2度ともその敵地メキシコで勝ってるっていうことは、ね、やはり彼のテクニックのねその優秀さを示しますね、はい。さあ第2ラウンドです。まあ、あの日本のボクシングファンの皆さんは海外でその日本の選手がタイトル奪取することがいかに難しいかというのをご存知だと思いますが、浜さん、ですから外国人だって一緒ですよね、相手の国で行って勝つというのはこれは並大抵のことじゃないですもんね。そういう条件面ではそういうふうになりますよね。ただ日本人の場合は随分なんていうかですね、プレッシャーを感じる精神面でのところありますよね。それもよく言われますね。ちょっと日本人の場合はそういう特殊な、デリケートなところあるんですけど ね、さあ第2ラウンドです。今あの足元が先ほどアップになったんですが、結構こうキャンバスがこう波打つというか揺らぐようです。だからキャンバスはなんかふかふかしてるような感じです ですね。ベネズエラは多いんですよね、こういうふかふか感の、ちょっとこうカーペットの上で今もうちょっとずるっという足を捉えるようです。広告のペンキ、はい、これが随分滑る感じはしますよね。あ、いろいろやっぱりカーペットがこう薄く覆っているような感覚じゃないでしょうか。ずる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 こう足元が動きます。今ね、あの暫定チャンピオンのセルメニョの方のエリストレートヒットしましたね。第2ラウンドに入っています。まあ、地元はベネズエラのセルメニョの方です。こういうキャンパスは慣れているでしょう。乗り込んできたのはパナマのモレノ。この2人はねかつて同門だったんですよ。パナマのプロモーションにですね、そのセルメニョがその所属してたんですね、はい、だからその同じプロモーションだったですから、今右フックの切り返しがそのモレノ良かったですね。ちょっとベルトラインを下げましたモレノ、入れ替わっています。今背中を見せていますモレノ。先ほどからカウンターうまく決めています。右のアッパー、今右のアッパーヒットしましたね、はい、このボディ打ちましたセルメニョです。浜さん、早くもこうテクニック、まあ、うまい打ち方が、ね、出てますね。そうですね、このスタイルでは、まあ、サウスポースタイルのモレノのいいリズムかと思いましたけど、このリズムを崩しにかかりましたよね。セルミルが、はい、これはもうもちろん意図的にやってるわけですよね。そういうことですね。
このまま乗らせてたまるかというところでしょうけども、スタート後手に回ってる感じはありましたけど、まあ、下がりながらもある意味先手にいってるところあるんですよね。セルメノは踏み込みました。あるまいいだったですね。回りながら回りながら時折ワンツーぐさっと刺していきます。確かに小泉さん、この2人はいろんな動きを見せてくれますね。そうですね、互いディフェンスの名手ですからね。Pelea por el campeonato mundial gallo. まもなく第2ラウンド終了します。このラウンドは、ね、ンドそのセルメニョの右ストレートがそのよくクリーンヒットしましたし、そのラウンドの中盤そのボディブローがヒットしてましたよね。はい、だから暫定チャンピオンこのセルメニョのラウンドです。10対9です。立ち上がりからハイレベルのテクニック合戦、技術戦が展開されています。非常に両選手ともテクニックに定評のある選手が激突しています。これは王座統一戦です。あ、今うまいですよね。相手一瞬引くんです。間髪入れずに、あ、ドンキングプロモーターの顔がちょっと見えましたね。このねセルメニョ、このアントニオ・セルメニョって言ってスーパーバンタム級のチャンピオンいましたよね、はい、関係あるかって言って WBA オフィスにメール出したんですよ、どうなんですか。返事返ってきました、ね、あの両者の間にはその隕石関係はないということですね。赤の他人ですね。第3ラウンドスタートしました。まあ、この試合はバンタム級です。バンタム級と言いますと、日本には、長谷川選手がいます。小泉選手がいます。今度ね近々フェルナンド・モンティエルと、まあ、金曜日の試合になるんですね。やりますから本当楽しみです。モンティエルと長谷川選手がやるという、まあ、あの2人がやるんだと思ってこの試合も同じクラスだと思ってご覧いただきたいと思います。 WBA のこれは王座統一戦です。あ、全部滑る感じしますね。やっぱり滑りますね、うん、ちょっと足を取られています。これ あれだけ滑ると浜さんやりづらいですよね。あ、相当響きますよ、慣れてないと、うん、まあ、瞬間的な動き、バックしてさっと打とうとした時にバックしてさっと滑るわけですよね、はい、だからそういう両者特に、ファイターよりも上手い選手なんかには響きますよね。上手い選手というのは瞬間瞬間を切り替えしますからね、はいはい、そこが滑るということになるといいところが見せられないところなんですよね。まあ、地元のセルメニョの方がこういう状況に慣れているのではないかという、まあ、予想はできるんですが、まあ、こういうあの普段よりもやっぱり広告の勉強多いんじゃないですかね。この広告を書きたいがためにちょっとキャンバスが違うのかもしれませんし、まあ、いつもこういうキャンバスなのかもしれません。ベネズエラボディブロ、あ、低いのか、あ、注意です。それほど低くはないですね。それで今のね、コミュニケーションうまいですよ。あのセルメニョ、上を見せかけて打っといて、最後狙いは最後のパンチは右アッパーだったんですね。その右アッパーもね、その肝臓リバーのところを打ってるんですよね。またロープまで入ってきました。入れ替わります。この2人、まあ、下がったからといって決して劣勢とは、見ない方がいいようです。攻守ところをもう目まぐるしく両選手が入れ替えます。まあ、左側のセルメノの場合には下がりながら相手が先に前に出てくるんだけど、打つのはセルメノの方が打つ、先に打つというやり方よくしますよ。だから下がりながら先に手を打つという、やり方ですね。浜さん、どちらがその選手らしいボクシングができてますね。この2ラウンド目、3ラウンド目とですね、セルメノ、この左側のセルメノの方がいい感じになってますよね。あ、そうですか。またボディいただきます。ネオマールセルメニョ30歳になってます。両選手の身長が手元にあるんですが、166センチがセルメニョ、青のトランクス、一方のモレノが170センチ。あ、ボディ、あ、右入ってきます。激しい打ち合い、最後このラウンド見せました。第3ラウンド終了です。このラウンドもね、そのセルメニョの方がそのよりクリーンヒットは多かったですね。
暫定チャンピオンセルメニョにじゃあポイントを与えますか。お互いがね、自分 の, その鏡をあの隔ててですね、そのシャドーボクシングしてるようなもんですね、自分と戦って、まあ、エドガー・アラン・ポーにあのウィリアム・ウィルソンっていう話がありますけどね、その自分と戦うようなもんです。ああ、そういう話があるんですか。存じ上げませんでした。だからね、モレノもね、普段は相手が出てくる、自分がカウンターと、ところで、ね、今日はセルメニューが自分と同じようなボクシングするもんだから、自分の方が出ないといけないわけですね。そこで逆にそのセルメニューにカウンターを取られることもありますね。第4ラウンドです、ベネズエラ・ラ・ガイラという、ポリ・デポルティーボ・ホセ・マリア・バルガスという会場で行われています。ポリっていうのは多いっていうことですね、はい、それでデポルティーボスポーツですから、その多目的のスポーツっていう意味ですね。総合体育館ですかね。ホセマリア・バルガスというのはこれなんか名称ですね、名前ですね。そうですね、まあ、向こう の, その、はい、どなたかの名前なんでしょうね。記念すべき人の名前ですよね。という会場で行われています。もうこのラウンドのスタートは、左側モレノのボクシングまた良くなってきましたよ。ああ、そうですか、うん、また右のリードジャブからの組み立てに変えてきましたね。やっぱりちょっとまずいぞっていうんで組み立て変えたわけですね。そうですね、まあ1ラウンド目、スタート良かったと思ったら少し雑になったところがあるんですからね、はい、左右と連打しました。また基本通りのやり方に変えましたね。赤のグローブがそのモレノ、基本に変えりました。だからいい選手っていうのはね、いろんな引き出し持ってましてね、そのこれでダメだったら次の引き出し開けてくるんですよね。だから右からのコンビネーションがダメだったら左からのコンビネーションとか、まあ、その引き出しっていうのは大いに越したことがないですよね。まあ、使う使わないは別にして、非常に単純化して言うとね、はい、右対左っていうのはね、左右左かね、右左右なんですよ。とかな、どっちかが当たらなくなったら切り替えるとかね、そういうそのギアチェンジをうまくできる選手っていうのはね、やっぱり調整能力あるんですよ。まあ、浜さん、練習では、ね、いろんなことできても試合になると全然できない選手もいますし、この2人のようにやる選手もいるわけですよね。そういうふうに練習でやったことができるという選手がやっぱ勝ち抜いてきますよね。あ、今のボディちょっと低いですけど狙いは悪くないですね、はい、セルメニョ、いやいや、モレノの方にポイント、ちょっと注意を促しました。注意しろと言ってます。実際にこの1試合のために何ヶ月も前から練習するわけですよね。 そうですよね、そして時間的には、まあ、フルラウンド戦った人戦えば約1時間、はい、ですから1時間にどれだけ出せるかなんですね。そうですよね、フルに戦っても戦い1時間の試合になっちゃうわけですからね。何ヶ月もその試合のために前から調整、練習はするわけですからね、全部出すというのも1時間内に全部出す、これが30分かもしれないし3分かもしれないですよね。浜田さんはもう早々に試合を終わらせましたから、単価非常に高いチャンピオンでありましたが、練習がすごく濃密に現れたタイプです。この2人はここまでは4ラウンドかかっていますが、ここでゴングです。こういうラウンドが、ね、難しいんですけれど、ラウンド全般見るとね、やはりモレノの方が支配してましたよね。こういうのがリングジェネラルシップっていうんだと思うんですよね、試合運びのうまさ。だからポイントまずそのモレノの10対9にしますけどね、有効なクリーンヒットお互いそれほどないです。それで次に構成、これもほぼちょぼちょぼでしょう、うん、それでディフェンスはその3番目の項目お互いに言われる。そうすると最終項目のリングジェネラルシップ、はい、これ試合運びのうまさ、主導権支配、ややモレノの方がペースをつかんでと、振り分け採点ではそこへ行きますね、はい、あ、確かにこの2人ですから非常に難しいラウンドが、この後も出てきそうです。指示を与えているトレーナーガリバルディって言ってね、はい、パナマだったと思いますね。サパタなんかについてましたけれど、あ、そうですか。だからパナマとベネズエラっていうのはね、お互い選手の交流もありますしね、
だから親しいんですよね、はい、今のがいい例ですね。あのベネズエラのセルメニョにパナマのトレーナーがついてたんですもんね今ね。そうですね、はい、さあ第5ラウンドです。中盤に入ってきています。確かね、はい、歴史的にグランコロンビアっていう国がね、はい、そのベネズエラコロンビアパナマだったと思うんですよ。元は一国だったと思いますね。あ、そうですか。早速番組終わったら調べてみたいと思います。皆さんもインターネットとか辞典とかね、辞書とか引いてみましょう。第5ラウンドに入っています。浜さん、先ほどモレノの方がね、変化を見せた、うん、またそこのスタートもその流れはまだ来てますよね。来てますか、うん、じゃあいい感じと言ってもいいですか。そうですね、パナマのモレノ、サウスポースタイルの方です。ああ、うまいな。今左右アッパー入れたんですよ。さすがのモレノがあれ食いました。また右フックを返してきましたね、チャンピオン。まあうまいですねやっぱりね、両チャンピオン、はい、この試合は、どっちかが少し大振りした方が返される、打たれるという感じありますね。あ、難しいですね、大振りした方が返されるというのは。どうしてもですね、しっかりと打ちたいと思うと、はい、力入って大振りしますからね、はいはい、うん、また左側のセミのリズム良くなりましたね今度は。そうですね、リズムを出し始めています。あ、ボディ青のトランクス、黒のグローブをはめていますセルミロ。まあ、なんていうかこう自分のボクシングの立て直し、組み立て方が非常に、難しい試合のようです。右側にしました。お客さんもセルムのいいリズムに乗ってきましたよね。そうですね、そんな感じです。やっぱりなんつってもセルメニョは地元です。そしてセルムのボクシングというのは打ったら離れる、打ったら離れるというやり方ですね。また入って左アッパーのリードですね。アマさん、こうやって自分で各ラウンドの途中でリズムを変えることができるっていうんですか、大したもんですね。まあ、そうですね、一回流れを作ってしまうと、まあ、これが悪い流れで あ,、はい、あってもですね、変えるのは結構難しいんですね、もういいリズムになると何やってもうまく流れるんですけどね、はい、非常にセルメニョが生き生きと動き始めています。テンポを変えたようです。リズムを変えましたセルメニョ。ワンツーは入りません。ボディ30歳のセルミノ、まあ、ベテランの味を出していると言ってもいいのかもしれません。モレノは24歳です。左当てました。ちょっと足をまた取られるシーンが出てきます、ね、ちょっとやりづらそうなとか両者に見られます。第5ラウンド終了です。1分過ぎ以降ですね、そのセルミノがフットワークを盛んにしましてね、はい、で出入りのそのフットワークでよく右打ち込みましたよね。セルミニョの10対9ですね。セルミニョ、はい、これはもう一度お伝えしておきますと、両チャンピオンの王座統一戦ということになります。モレノが正規の、まあ、元々のチャンピオンですね、途中2度目と3度目の防衛戦の間にセルミニョが暫定王者として誕生しました、クリスチャン・ミハレスに判定勝ちを収めたものです。まあ、こうやって暫定チャンピオンというのは正規のチャンピオンがちゃんと規則正しく防衛戦などを行えない、あるいは怪我などで防衛戦を行えない時に誕生します。でいつかこのように王座が統一するという試合が出てきます。これはレフリーはルイス・パボン、はい、プエルトリコのレフリーですね、おなじみですね、はい、第6ラウンド始まりました。Omar Cermeño frente a Anselmo Moreno por el Campeonato Mundial Gallo. Intenta con la izquierda el venezolano a la zona media. Sigue teniendo la iniciativa. ベネズエラ、まあ、今回はこうやってボクシング興行が行われています。最近のベネズエラのボクシング事情というのは、ジョーさんのところにどういう情報が届いてます？ベネズエラはね、やはり国内の政情不安とかですね、経済不況というのはずっと続いてるんですね、だからそのベネズエラのいい選手っていうのはね、はい、やはりまあホルヘ・リナレスに代表されるように外へ出るっていう傾向がありますね、あるいはそのこのセルメニョのようにパナマへ行ってですね戦うとかね、そういうのもありますね、はい、それから最近ではね、ライト級のアゴスト、
みたいにですね、そのメキシコで戦う、そういうルートもあるんですよ。今メキシコボクシング非常に盛んですからね。去年年間30試合も世界タイトルマッチあったんです。だから日本が17試合ですから倍近いですね。倍近いんですよ。Se lo quita de encima con la derecha en dos oportunidades. Chemito Moreno ahora intenta abrir la mano izquierda, esquivada muy bien por el panameño. Intercambio de manos ahora. Moreno y el venezolano Neomar Cermeño. Shoto lo atetando. Moreno. Are de medio caes tocto mucho más. Viendo bien las manos ahora Cermeño, pero muy ágil, muy rápido. Chemito Moreno. El campeón.やはりこのぐらいのクラスになると、ね、そのパンチ出すときにモーションがつかないですね。ああ、そういえばそうですね。構えた位置のストーンと出してくるんですね。sacándose lo de encima se sale de esa まあ先ほど言われましたようにこう大振りしたらそこをつけいってくるわけでなかなかやっぱり難しいものなんでしょう。コンパクトに打ちます。アウト。低かったですかね。ボディブロー、まあこのローブロー食う前にモレノはうまくコンビネーション当ててましたよ。セルメニューに今注意をまた与えています。この辺りから、まあ低いですね。今のスローモーションであのモレノの左ストレートヒットしてたでしょ。はい、さあ試合は続きます。ボディーブロー、まあ、ちょっとしたローブローを打たれましたアンセルモ・モレノ、先ほど言ったようにウラディミール・シドレンコにドイツで判定勝ちを収めて、その後セシリオ・サントス、さらにはロリー・松下、さらにはシドレンコまた戦いました、マヤル・モンシュプールにも判定勝ち、フレデリック・パトラックを最後、5度目の防衛戦でフランスで下しました。それ以来の試合です。ですから見たらもう敵地ばっかりなんですよね。まあ、パナマでも一試合やってますが、初防衛戦と2度目の防衛戦ですね。そうですね、はい、ロリー松下って言ったパンチありますよ。特に前半強いんですけどね。まあ、カシミジに所属しているフィリピン人ハードパンチャーですけど、はい、パンチ当たらなかったらしいですね。まさにファンタズマ、幽霊にパンチ当たらずというところです。ボディ あれキャンバスが滑ったんですね。ずいぶんやっぱり取られるシーンが出てきます。足元がちょっと不安定です。第6ラウンド終了しました。まあ、このラウンドは、ね、モレノが盛り返しましたね。はい、se acaba de cumplir la primera mitad del combate. Quedan seis rounds para definir esta pelea. Ha sido muy pareja la primera parte. Insistimos en que debe arriesgar más. 体が柔らかい選手っていうのは体勢が崩れてもパンチ当てていくんですね。特にモレノみたいな。まあ、セルメニョもそういうところがありますね。ベネズエラのラ・ガイラで行われています。まあ、セルメニョのホームです。そういうこともあって、まあ、オッズはわずかに7対5なんですが、暫定チャンピオンのセルメニョ有利に出ています。まあ、この2人ですから、ほとんど差がないと言ってもいいと思います。第7ラウンド始まりました。A ver si Cermeño puede comenzar a producir lo que necesita para inclinar. Muy bien, ahora con izquierda. アイスリンクの上で戦っているような、スッとこう水すましのように足が横に流れる、本当によくこう、シーンが出てきます。それとね、乾いたキャンバスだってまだいいんですけどね、お互いが体に水かぶって出てくるでしょう。あ、余計なんですかね。そうですね、リング中あたりがね、結構滑ることがあるんですね。はいはい、intenta en tres ocasiones con su mano izquierda Cermeño. Ahora busca la zona media nuevamente. リングの硬さというのは大体まあ共通だとは思うんですが、やっぱりこう硬い柔らかいとあるんですか。違いますよ。違うもんですか。リングの硬さ。Pero estaba saliendo muy bien de esa situación. 海外行くとまずそういうことにも気を使わなければいけないということになるんですね。まあ、だからリングの裏一緒だということもみんなよく言いますけど、はい、キャンバスの柔らかさ微妙にやっぱ違いますからね。そうですよね。まあ、イコールコンディションという言い方もありますが、その対処の仕方を知ってる
か知らないかで大きな違いになりますから、そういうのはやっぱり頭入れといてもいいんだと思います。まあ、マット文化と畳文化の違いでしてね、そのやはり向こうはね、もし後頭部打った時にアウト、はい、その安全なように柔らかいクッションが入ってるんですね。だからぴょんぴょん飛び跳ねるようなフットワークは使いにくいわけです、はい、今のセルメの攻撃ですよ。さらにいきます、セルメの、もう一回いきます、下からの攻撃はずいぶん振りかぶります、強引にいきますね、いやジャッジにアピールするのにいいですよ。ああいうねパンチまとめるっていうのはポイント取るために、接戦の時にはねポイントとパンチまとめるっていうのはいいことです、はい、おっと滑った、そうですね、踏み込んだセルメの滑りました。瞬間瞬間というのがやっぱり見せ所なんですけど、ね、こういった上手い選手にはあれ怖いですね、あの瞬間フットをやっぱり、0. 何秒か遅れるわけですもんね。それでパンチに、まあ、踏ん張りが効かないというところがあるんですよね、力が乗らないと、はい、あそうですね、ちょっとチャンピオンモレノがテンポアップしてきましたね、はい、パナマのアンセルモ・モレノ、構成取ってますよこれチャンピオンの方が、モレノ、まあ、暫定チャンピオンのセルメニョが一時盛り返したりリズムを作ったり、いろいろこれ流れが両者行き交っています。まもなくこのラウンドも終了の今音が聞こえてきました。踏み込んでいきます、セルメニョ、第7ラウンド終了です。このラウンドはアンセルモ・モレノですね、はい、ジョーさんの採点ではもうポイントが行ったり来たりですね、そうですね、それほどまあ拮抗しているということでしょう。昨日ね一冊本読んだんですよ、はあ、スペイン人は小さいのになぜサッカーが強いかっていう本、なんてそれね面白かったですね、やっぱり日本人はずる賢さが足りない、それからね、はい、いい選手、いいチームっていうのは、はい、修正能力、試合の流れの中でそのどうですか、相手にアジャストする、うん、組み立て直し能力、ね、それがあれ、じゃあボクシングもそれが言えるんですね、この2人見てると、ね、じゃあ前のラウンドそのこのコンビネーション当たらなかったら組み立て変えてきてるんですよね、はいはい、応用力があるということなんでしょうか、まあ自分のこう流れを自分で変えることができる、決めることができると、試合の中でなんか日本なんかねトレーナーがずっと練習でもね何しろこうしろって言ってそれの指示通り動く選手います、はいはいはい、それはいいことなんですけれど、自分で考えるっていうラウンドの途中 ね、 なるほどね、トレーナーの声セコンドの声が聞こえないときに自分で考えながら組み立て直す、そういう能力っていうのはねやっぱり考えさせる練習をしないといけないんです。第8ラウンドです。 WBA 世界バンタム級王座統一戦です。この2人は共に考えているようです。そうしてみるとね、このテクニシャン同士の試合がね面白く見えてきますよね。ハマさん、2人が今やろうとしていることは簡単と、ね、はい、もう半分は過ぎましたからね、ええ、半分は過ぎて、うまさの競争プラス今度はパンチを多めに当てる力の競争にも入ってきましたよね。あ、なるほど、ずいぶん体ごと打ちに行くところは両者に出てきましたよ。そうですね、やっぱりこれはなんか鏡を見ながら戦っているようですね、うん、まあ、やっぱりポイントが気になるところあるでしょうね。ボディ打ちました、ボディ合戦、本当にまあ左構えと右構えということもあって鏡に映った両選手そういう感じです、まあ、体型こそ違うんですが、あ、また滑ったのか、滑ったんですかね。ただね、そのセルミノの当てだ。セルミノがさあ、ここで一気にいきます。あぐらついてる。そうですね。ボラのグラスきます。ご覧ください。右スロード。セルミノチャンス。バックステップがちょっとキャンバスに取られています。セルミノ、アウトと、モレノも足取られます。お互いです。力入れれば入れるほど取られるようです。うん、そうなんですね。力入れれば入れるほど踏ん張ろうとしますからね。なるほどね。難しい。アウトと、もらいました。セルミノもらった。一進一退、モーレの表情はちょっと効いてるような表情を今見せましたね。
表情は嘘をつきません。あ、そのゴールの枠に取り戻そうということでの打ち合いに行こうとしてますよね。あえて行きましたね、うん、これはね、ボクシングの新しいテクニックでね、アクセレレーションというんですよ、はいはい、これテンポアップですよ、加速化なんですよ、はい、急に今までよりテンポアップして、ね、ガガガガガって言っていくの。そして相手はね、そう対応しにくいんですよ。今のモレノがそうでしょう。セルメニオそれをやったんですね。モレノ行きます、届きません。だからそのビンカウンターアクセレレーションっていうね、その今のそれでちょっとひるみましたよね、チャンピオン。あ、今セルメノが打ちに行って体流したところを右フックを、モレノカウンター打つところなんかやっぱり相手のペースで行きながらも狙いますね。あ、これやっぱり滑っただけじゃなくて効きましたね。はい、あ、そうですか。ポイントはどちらですか。ポイントは、セルメニオのラウンドですね。今もう4位ラウンド作りました、はい、今のラウンドなんかはそのジャッジ3者ともセルメニオつけてると思いますね。こうやってジョーさんのポイントが本当にこうあっち行ったりこっち行ったり、今でちょうどイーブンですよね。同じラウンドずつ取り合ってます ね、 そ う、 ですね。そういう計算をするならば4ラウンドずつですね、はい、これからです。さあ WBA 世界バンタム級王座統一戦、まあ、これからというものの流れがまずありますので、ここで、イコールかというと決してそうではありません。先ほどセルミノがいい流れを作りました、まあ、あの技術合戦はもちろんですけど、あと3分の1ですよね、はいはい、そういうところではやっぱり数多くうまいというのを数多く打つということでしょうね。数多く打つ、先ほどはまあ力で出始めたという言葉もありましたが、今回は量で、この後は量で。追いかけます、モレノ。まあ、モレノはさっきのラウンドいいのを組みますからね、はい、buena condición física la del venezolano。バイランドっていうのはそのダンシングですよね。今現地コメントで前のラウンドはねセルメニオ動かなかったんですよ。で、ね、右へ左へ動いた方がパンチ食ったわけですよ。そうすると動かなくなったわけですね。でこのラウンドはまた動き始めたわけですよ。ファイヤーエルデベネスエラペロシペガスイケルダアバホ。おっとっと、パンチもらって滑りました。ブルブロ、ショートパンチを返していきます。モルノ、今ショートのボディブロー前ですよね、モルノ。そして1人目の打ち合いになります。距離が詰まりました。右ソルト向こうからセルミノ、確かに浜さんおっしゃる通りこの辺りがなんか量が増えてきましたね、パンチの、ね、数が増えてきました。おそらくポイント差が両方とも差がないというのは分かっていますからね。本当にこう僅差です。ポイントのわずか1ポイントの取り合い、最後1ポイント差ということも十分この流れだと考えられます。現地コメンテーターもムチョマスセルカって言ってますよね。試合は非常に接点接戦だって。お互いにうまい者同士、セルミの8ラウンド目良かったんですけどね。随分このラウンドは攻め込まれてますよ。逆に言ったらモレノがよく立て直しましたね。そういうことですね。このラウンドスタートからそれ行きましたからね。このモレノは面白いですね。斜め前パンチ出しますね。というのは相手の、ね、頭が動く方にパンチを持っていくんです、普通ストレートといったらまっすぐ前出すでしょ、斜めにストレート出しますね、相手動く方向に。いいですね、将棋の桂馬みたいですね。だから那須の与一がね、その扇を行った時みたいな、あれベクトルでしょ、その分微妙に動いたところを持っていくんですね。なるほどね、的が動く方にねパンチを持っていくということですが、はい、うまい。クリーンヒットではありませんがいいパンチでした。
el terreno perdido. このごちょごちょしたその打ち合いの中でね、最後ああいう右フック、いい右フック決めましたよね。ああいうのポイントになりますもんね。また左。Cuando vamos a los últimos 10 segundos del round 9. ラウンドごとにその流れが変わるんですね。前のラウンドセルメニーいいな。高速回転の連打持っていてたこのラウンドはモレノが、モレノが取り返してきましたね。モレノの10対9です。はい。Y comienza a demostrar Rubén que se lo puede ganar en todos los terrenos. O boxeando. セルミニは無敗全勝なんですが、モレノは1敗してるんですね。まあその世界戦に入ってからではないんですが、モレノはいつしたかというと、地元のパナマでやった時に2002年です。もう ずいぶん前に敗れてます。もう8年負けなしですね。で一方ネオマルセルミニはシドニーオリンピックのベネズエラ代表ですよね。はい。でミハレスと戦うときですね、ミハレスサイドはやはり軽視してたと思うんですよ。過小評価してたと。とかやってみたらうまかったですね、セルメニョっていうのは。だからディフェンスの上手い選手っていうのはね、その攻撃力は目立たないかもわからないんですよ。ディフェンスの力っていうのがありますからね。第10ラウンドに入ってきました。ラウンドは深まってきています。テクニック合戦という試合になりました。王座統一戦、まさに王座統一戦です。力の拮抗した試合になっています。前半中盤でそうですよね。はい。やっぱり後半行くと数多く、そして、完全に強いパンチを入れた方がっていう感じに、プラス力勝負になってきましたよね。これさ、力勝負になるとどちらが、まあ、元々の能力が高いんでしょうね。いろんな面で私は五分だと思いましたけどね。だからこの試合に関しては1ラウンドごとにペースが変わるんです。ペース取った方がいいパンチ打ってますよね。今お話の途中だったんですが、またローブローがありました。またもらったのは、モーレノの方です。ちょっといくですね。ちょっと、para que se recupere Anselmo. ¿Cómo? ¿Está bien? Está bien. Dice que está bien. Ya se me ha cerrado. Pero el otro parecía indicar lo contrario. A ver si puede aprovechar este momento. ¡Oh, 今滑ったんじゃないですか、横にスーッと。足がもつれ、まあ、さばいてますね。引っ掛けたところもありますけど、やっぱり滑る感じますね。やっぱりそうですよね。おお、ボディ、カウンターは、画面を狙ったのはモレノの方です。ボディを狙ったのは、セルミノ。特にこう体が前に流れた時なんかにもう足が随分動くようです。足を取られたから流れるのか、それはちょっと分かりませんが、どうも自分の意思に反して足がぐっと流れてしまう時があるようです。Con pasos laterales y muy bien saliendo de la zona de peligro el venezolano, esquivando ahora esta izquierda del de Panamá. Intenta Neomar Cermeño. Oh, que se ha cruzado con Moto. Cermeño, intenta se me conde más. Mano, starto. Y este Chuban a tal tino. Cermeño no, 離れた距離からのパンチも良かったんですけどね。この離れすぎたところから今打ってバランス崩す場合よくありますね。El décimo round, perdón.これなんで離れた時からそのバランス崩すほどいってんでしょうね。離れて、今まで当たってた距離が当たらないから無理に伸ばそうとして流れる場合ですね。あ、なるほど。当たってた距離が当たらなくなったっていうのはモレノの変化なんですね。じゃあ、セルモノが随分あのプレッシャーかけられて、それで下がってるっていうのはあるんですね。あ、なるほど。左、あ、確かにプレッシャーかかってるようです。このラウンドチャンピオンモレノのパンチがよくヒットしてますね。ニクロス tratando de quitarse de encima a Chemito Moreno que ha estado en un buen round este décimo. Champion Moreno, 暫定チャンピオンセルミノ。どちらかが統一してベルトが一本になります。Del panameño. Falla esquivando muy bien con ese movimiento de cintura. Neomar Cermeño la izquierda de Chemito Moreno. Buena izquierda. 今のは Neomar Cermeño. Ahora la derecha arriba también de Neomar. また攻め込んできます。モレノ。ああ、また足取られました。そうですね。ここ一番で取られますね。足ちょっと、ああ、右。ほら強烈です。アッパーを返します。このラウンドチャンピオンモレノですね。アンセル・モレノの方にジョーさんはポイントを与えました。
Sí, hacia el final del round las mejores manos fueron las del nuestro. Por supuesto, había hecho ここ浜さん足取られたんですよね、うん、セレミドね、踏ん張り損ないました。まあ、打つ方もいいパンチ打てない場合もあるんですけど、仮に滑ったところ打たれる場合もやっぱり、良くない場合、危ない場合ありますよね。あ、そうでしょうね。いろんなこう打ちだったら避けられるんだけどというところも滑ると送ってしまう場合ありますからね。まあ肝心の土台部分、土台も土台、地面と、ね、設置している部分ですから踏ん張りがなかなか難しいと、いろんなことが起こってきそうです。悪いと浜田さん、まあ足首を、ね、捻挫したりとかそういうことも、その場合はですね、はい、柔らかい場合に結構ありますね。滑るというよりもですね、足首の場合には、まあ、滑る場合はそういうこと、柔らかい場合に普段だったらさっと踏ん張って蹴るところで、予想よりも沈んでしまって蹴るタイミングが悪かったという場合よくありますよね。それで足首やる場合ですね、はい。11ラウンド目に入りました。まあ、ちょっとキャンバスが横に流れるのは確かにそうなんですが、あとは浜さん、やっぱり結構こう上下に深っていう感じで柔らかいんじゃないですかね。そういう感じありますね。おーっと、これもそうか。なんかダウンに見えましたけどね。見えましたね、今の滑ったということですね。でもバモンさんはすかさずね、スリップアピールしてました、という判断をしてました。腰を落としますね、セルミノ。やっぱりですね、重心をしっかりさせたいという気持ちになったでしょうね。グッと踏ん張ってますもんね。滑らないようにということに変えましたね。本人の信条とするボクシングとはちょっと違いますけどね、はい、違いますけど、やっぱり、体を安定させようということですね。ちょっとあれですよね、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、ガニ股みたいにグッとこう何センチか下げてるような感じがありますね。踏ん張れる状態、はい、滑らない状態を作ろうということですね。セルミノ、やっぱりセルミノの方が足捉えるのかられるのかもしれません。フットワークよく使う選手にはやっぱり、よく取られますよね。あ、まあ、そういうあれなんですね。セルミノが地元のキャンバスで足を取られています。まあ、モレノも取られています。11ラウンド目、残り1分、まもなくローブロー。あー、またローですか。まあ、ちょっと背中だったからどこに当たったかははっきりは見なかったですけどね。あ、減点。あ、ついにこの減点は痛いでしょう。まあ、ワンポイント、2ポイントの勝負になると思いましたからね。この1回の1点減点は痛いでしょう。暫定王者セレミノ、ここでローブローによる減点を取られました。そんな下打ってないですよ。それで大したローブローじゃないですよ。これね、演技賞ですよ。だからね、ああいうふうにオーバーにそのアピールするとですね、こうして2度3度やると1ポイント、こんな接戦で1ポイントって大きいじゃないですか。そうです。だからレフリーはね、そこをやっぱり見ないといけないよね。まあ、でも確かに今のも低かったことは低いんで、それが度重なって減点になったようです。11ラウンド目。それとね、はい、セルメニはね、打つところがないんですよ。そういうことも上あって上打つと当たらないから、やはりボディ狙うと。入ってきます、さばかれます。セルミノはやっぱりこのワンポイント勝負ということで、はい、ワンポイント完全に減点取られましたからね、はいはい、取り戻しに行きましたね、はい、出てきます。そしてモレノがこれに応えます。30秒切りました。減点以降ちょっと流れが変わりましたね。それまでモレノが良かったんですけどね、ちょっと奮起したんですね。この辺り手が出ません。mucho también, Chemito Moreno. レフリーも随分汗出てますから、そうですね、リング上汗で滑るということもあるかもしれないですね。なるほど、なるほど。アボンさんびっしょりのシャツになってます。ここでゴングです。
11ラウンド目終了しました。ポイントはそのセルメヌの10対9ですね。ところがローブロック減点がありますから結果的には9対9になりますね。ゴングというよりもなんかこうフライパンのお尻を叩いたようなそんな音ですが、まあ、11ラウンド目終了しています。これこんなリングはね、はい、ある意味で砂浜の上でボクシングやってるようなものです、ね、なるほどなるほど、ふかふかしますからね、まあ、極端な例ですけど、しかしワンポイント差の、まあ、勝負になった場合にこの減点は痛いですね。まあ、確かにあの一連 の, そのレフェリーが注意したところは浜さん低かったらもうこれは間違いないことですからね、うん、まあ、1回じゃなくて、今までもあったということでの減点だったですね、まあ、しかしここに来て取られたということですよね、痛かったのはセルミノですね、ですね、はい、ですね。さあ最終ラウンドもうすでに始まっています。まあ、おそらくこの12ラウンド最後勝負だと思いますよ、はい、WBA 世界バンタム級王座統一戦、あ攻め込んでいきます。それ見ろ、かつてね3度同じ減点したら3度目はポイントを引くっていうルールがあったわけです。 WBA ルールが3度注意したわけですね、注意したね、警告をして、はい、今はそれが崩れてましてね、悪質だったら1度目の減点なんですけれど、では3度目だったから減点取ったんでしょうね。あよく攻めてますね、攻めますね、なんとかしようという、やっぱりこの12回ラスト勝負ということでしょうね、でしょうね。さっきの間違いなく減点がこの猛烈なファイトを生んでいるようです。セルメニュー1点勝負になるでしょう、はい、セルメニューカウンター気をつけた方がいいですよ。あ、まあ、行くのはいいですけどね、はいはい、もう俺のカウンターうまいですからね、まあ、セルメニューもうまいんですが、セルメニューは気持ち的に行かざるを得ないというような、立場に立ってしまったようです。ラストラウンド半分が過ぎました。ワンツーは当たりません。セルミノ懐はやっぱりモロの構えると深い、あれはダブルで打てばいいんですけどね、まあ、滑るのがやっぱり体ごと流れてしまうのがあるんで、まあしょうがないですかな。ダブルなんていう打ち方はもうかなり足元がしっかりしないと打てないですよね。そうですね、だから、右を打ってそのまま滑る前に体を流して、くっついていこうというやり方に変えてますよね。イエルカンピオナトモンディアルペソガヨ、スタンスの広いモレノも結構後ろ足が流れます。あと45秒切りました。左のカウンターを出します。下がるモレノ、気持ちとしては追いかけるという立場になっているのかもしれません。セルメノ、うん、まあそうですね、ワンポイント取り返すということですね、ボディも深いボディなんですが、なんとか届きます。この回取った方が勝ちという可能性ありますからね。まあ、お互いそのジャッジペーパーを広げてみないとそれは分からないんですが、計算上自分たちの計算にまあ従って動いているわけですが、右ストレート、ここでゴングです。このラウンドは明らかにセルメニョですね、セルメニョがまあ攻めに攻めて攻めて、このラストラウンドはジョーさんの採点ではポイントを取りました。いやテクニック合戦あり、そのお互いに出るところありと非常に濃厚な試合を12ラウンド続けました。私の採点はね、これね、減点がなかったら引き分けですよ。だから減点の分だけモレノの勝ちですね。そうですね、どうでしょうかね。難しいラウンドもありましたしね。まあ、浜さん、今日はですね、こうやって随所に見るべきところがいっぱいありましたね。こうやってですね、完全ね、完全にあの打ち合って、打った方が勝ちというふうなラウンドは分かりやすいですけどね、はいはい、テクニック合戦の場合には割れたところ多いと思いますよ。そうですよね、お互いがねラウンドごとにねその動き、そうか、作戦を変えてくるところが私は面白かったですね。特にセルメニョですね、サウスポー対サウスポー対策で左回ってたわけですよ、はいはい、それ有効であるうちは良かったんですが、モレノがそれに対応してきたわけですよ、左回った方がカウンター取られ出したんですよ、そしたらやめたんですよ、はい、
Juez número uno, Levi Martínez. Daichi no judge. Blanco, 115-112. 115-112. Juez número dos, Uriel Pereira. 2番目の judge. 113-114. 114。あ、赤コーナー青コーナーで言ってるんですね。はい、ノメロ3番目のジャッジ112-115。勝者2-1。アンセルモモレノですね。モレノです。王座統一になりました。その選手はアンセルモ・モレノです。見てください。モレノ114-113、1ポイント差。115-112、3ポイント差。もう一人は逆に115-112でセルメニョですね。いや、僅差でありました。モレノがセルメニョを下して統一王者です。